はい、皆さんこんにちは。今回は帰化した有名人100人についてご紹介いたします。漢方は国の機関紙です。漢方に帰化情報が載っています。100人の有名人を確認しました。日本国に帰化を許可する件、帰化した人について載っております。それを証拠にして提示しております。今回有名人100人ご紹介いたします。50音順で、いきます。はじめに青木テルトさん、盛岡冷麺の考案者です。昭和38年7月19日の漢方に載っております。拡大します。通名2つありまして、1つ青木テルトさん、大正3年10月1日と、聞かせております。で、古い漢方だと見づらくなっている場合がありまして、その時はデータベース版で提示しますが、内容は全く同じです。続きまして、あけぼの太郎さん、元横綱あけぼの太郎さんですね。第64代あけぼの、チャド・ジョージ・ハヘオ・ローエンさん、昭和44年5月8日生まれ。チャド・ジョージ・ハヘオ・ローアン、昭和44年5月8日生まれ、名前と生年月日一致しております。聞かされておりました。続きまして、伊関聖光さんです。ソウル五輪金メダリスト伊関聖光さんです。拡大します。伊関聖光さん、伊関聖光さんは民族名が伊関聖光さんということで聞かされておりました。続きまして、イ・ジョンヒクさんは元在日工作部員、作家です。で、拡大いたします。ご家族で聞かされてまして、イ・ジョンヒクさんそのまま乗っておりまして、聞かされておりましたことが分かりました。続きまして、伊藤清さん。伊藤清さんは、歴史学者で、帰化前は劉民衆という情報があります。拡大します。劉民衆民族名で、通名伊藤清ということで、聞かされておりました。続きまして、伊藤由奈さん。伊藤由奈さんは日本の女性歌手、本名は由奈伊藤と、アメリカ国籍の日系アメリカ人および韓国系アメリカ人です。昭和58年9月20日生まれ。昭和58年9月20日と生年月日が一致しておりまして、ユリナ・アーマスリと、アメリカ国籍の日系アメリカ人および韓国系アメリカ人という情報と一致しまして、リーさんということ で伊藤由奈さんが聞かされておりました。続きまして、岩本兼弘さんはリー・ジョンホさんということで、日本名を岩本兼弘、神奈川県出身、夢工房所属の俳優さんです。昭和45年9月10日生まれ。拡大します。リ・ジョンホさん、昭和45年9月10日と聞かされておりました。続きまして、宇川浩一さん、右側の方です。宇川浩一さんは日本のお笑いタレント、喜劇俳優、吉本興業のお笑いタレントです。昭和48年1月24日生まれです。定光一さん、昭和48年1月24日と生年月日と光一と名前が一致しておりまして、聞かされておりました。お笑い芸人もたくさんいらっしゃいます。続きまして、宇津美佐子さん、京都精華大学の学長、マリ共和国出身の教育者、アフリカ系初日本の大学の学長になられた方です。宇津美佐子さん、昭和41年5月26日生まれ。佐子宇津美さん、昭和41年5月26日生まれと、生年月日一致しておりまして、名前一致しております。聞かされておりました。宇津木麗華さんです。宇津木麗華さんは
中国出身のソフトボール選手指導者、中国名がありまして、仁、飛行、礼とそのように書く民族名があります。ソフトボール日本代表の監督です。昭和38年6月1日生まれ。その民族名で聞かされておりまして、仁飛行礼と書く民族名です。昭和38年6月1日と宇津木麗華さんの生年月日と一致しておりまして、聞かされておりますことが分かりました。続きまして、江藤バタラさんです。江藤バタラさんはインドネシア出身の実業家、日本の SNS ミクシーを作った方です。昭和54年7月27日、他の記事で江藤さんの名前がバタラケスマさんという情報がありました。バタラプルダナケスマ、昭和54年12月27日と、名前と54年、7月と12月の違いがありまして、本当は12月だったんですけど、うちウィキペディアでは7月になってました。まあ、聞かされておりました。続きまして、王東純さんです。王東純さんは日本のテレビプロデューサー、伝説のテレビプロデューサーと言われた方です。こういう有名な番組ですね、超有名な番組をたくさん手掛けております方です。昭和21年11月30日生まれ。拡大いたします。王東純さん、昭和21年11月30日と名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりました。超有名な番組も聞かされた方が作っておりました。続きまして、大山正達さん。大山正達さんは極真空手の創始者です。大正12年6月4日生まれ。民族名が蔡英義さんという情報もあります。ご家族で聞かされておりまして、蔡英義さんで通名で大山正達さん、大正12年6月4日と名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりました。続きまして、小原誠友さん。小原誠友さんはトップリーグトヨタ自動車ベルブリッジに所属するラグビー選手です。平成4年8月28日生まれです。拡大いたします。高誠友さん、平成4年8月28日と誠友という名前と生年月日が一致しておりまして、小原誠友さんが聞かされておりましたことが分かりました。続きまして、郭茂林さん。郭茂林さんは台湾生まれで日本へ帰化した建築家、建築研究家、霞ヶ関ビルほか日本の超高層ビル群の建築家です。郭茂林さんです。拡大します。中華民国ということで、郭茂林さんそのまま載っておりまして、大正10年8月7日と聞かされておりますことが分かりました。日本の有名な超高層ビルも帰化した人が作っております。続きまして、加藤久蔵さん。いろいろ本も書かれておりまして、加藤久蔵さんは人類学者、アジア文化史、大学教授、朝鮮名はイ・コジョさんという情報があります。加藤久蔵さんです。大正11年5月18日生まれ。拡大します。国籍朝鮮、イ・クジョさん、リ・クジョさんという民族名で聞かされておりまして、大正11年5月18日と民族名、生年月日一致しておりまして、聞かされておりました。続きまして、金井ソンデさんです。金井ソンデさんは日本の俳優、モデル、事務所はキューブ所属。金井ソンデさんについてです。平成2年5月7日生まれ。拡大します。金ソンデさん、平成2年5月7日と金井の意を除いた3文字と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが分かりました。続きまして、金山正秀さん。かつて、テレビに出ておりまして問題になったことがありまして、金山正秀さんは IMM ジャパン創立者。 IMM ジャパンとは日本で設立したキリスト教系宗教団体、新興宗教の教祖です。昭和37年9月8日生まれ。
金正秀さん、通名金山正秀さん、昭和37年9月8日と名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが分かりました。新興宗教の教祖もお聞かした人です。続きまして、プロゴルファー金子義則さん。金子義則さんは東京都出身のプロゴルファー、俳優で総合格闘家の金子健さんは甥にあたるそうです。昭和36年3月4日生まれ。金子義則さんは金義則さん、昭和36年3月4日と金子の子を除いた3文字と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりましたことが分かりました。プロゴルファーも多いです。続きまして、金田圭哲さん。圭さんということで、フリーの日本のお笑いタレント俳優、本名は金田圭哲さん。チャラ男という言葉を作った人物と自称しております。昭和57年9月14日生まれです。金田圭哲さんは金圭哲さん、昭和57年9月14日と金田の田を除いた3文字と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりました。お笑い芸人もたくさんいらっしゃいます。続きまして、金原孝康さんです。金原孝康さんは日本のヘアメイクアーティスト、美容室ファクト T の設立者でオーナー、女優の河合直子さんの旦那さんです。他の記事で、昭和34年1月3日という生年月日が、情報ありました。拡大します。金原孝康さんは金孝康さん、昭和34年1月3日と金原の原を除く3文字と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが分かりました。続きまして、金光きょんさん。元メジャーリーガー伊良部秀樹の奥様です。伊良部選手は若くして高い、残念なことになってしまいましたが、さらに残念だったのは、伊良部投手が無縁仏になっておりました。金光きょんさんは、金きょんさんということで聞かされておりまして、ご兄弟もそれぞれ別な会社の経営者ということで、ステータスの高い地位におられます。続きまして、カルメン真紀さん。カルメン真紀さんは歌手、ロックミュージシャン、本名は真紀アネット、現在の氏名は非公開。昭和26年5月18日生まれ。真紀アネット中谷、通名中谷真紀さん、昭和26年5月18日と名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが分かりました。続きまして、川村梨沙さんです。川村梨沙さんは中国出身の女子バスケットボール選手、シャンソン V マジックに所属しておりまして、中国名がリー・シャシャさんという情報があります。昭和57年2月1日生まれです。拡大いたします。リー・シャシャさん、民族名で聞かされておりまして、昭和57年2月1日と、名前と生年月日一致しておりまして、聞かされておりますことが分かりました。続きまして、カーリーおばさん。カーリー西条さんです。カーリー西条さんはアメリカ出身の料理研究家タレント、愛称はカーリーおばさん、昭和24年5月3日生まれです。カーリーカーター、通名アンポカーリー、昭和24年、5月3日と名前と生年月日一致しておりまして、カーリーおばさんが帰化されておりましたことが分かりました。続きまして、義良子さんです。義良子さんは日本の女優声優、大阪府出身。義良子さんについて確認いたします。昭和47年7月20日生まれ。義良子さん、昭和47年7月20日と名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりました。でご家族で、お兄さんらしい方した東京といらっしゃいまして、義智光さん、昭和43年1月9日で、お兄様と思われる方をちょっと調べましたところ、BS 朝日のプロデューサーで同じ名前の方いらっしゃいまして、義智光さんと。ということで、テレビ関係は在日の方が多いですね。出る方も作る方も多いです。続きまして、レーシングドライバー、国本圭介さん。
はイ・キョウンさんともありますが、レーシングドライバーですね。弟さんもレーシングドライバーで、お父様もレーシングカートドライバーで活躍したリ・ヨシヒロさん。で、漢方で確認しましたところ、お父様が乗っておりまして、リ・ヨシヒロさんが乗っておりまして、ということで、国本圭介さんも、弟さんのユージさんも、まあ、在日の方ということで、確認できました。これが弟さんですね。レーシングドライバーも帰化された方、在日の方が多いです。続きまして、クライブ・ウィリアム・ニコルさん、作家、環境保護活動家です。で、クライブ・ウィリアム・ニコルさんと、そのまま乗っておりまして、帰化されておりますことが分かりました。続きまして、クリス・ハートさん。クリス・ハートさんは日本の男性歌手、アメリカ合衆国出身、日本の歌手クリス・ハートさんです。昭和59年8月25日生まれ。ルイス・クリスチャン・ハート・バンクス、昭和59年8月25日生まれ。名前、生年月日一致しておりまして、クリス・ハートさんは帰化されておりました。続きまして、クレイジョーさんです。クレイジョーさんは女性歌手、日本の女性歌手、東京都出身、まあ、クォーターという情報もありますが、昭和46年6月1日生まれです。クレイジョーさん、昭和46年6月1日と、名前と生年月日が一致しておりまして、帰化されておりました。他にご兄弟も一緒に帰化されておりますが、クォーターではないと思いますね、帰化されてますので。続きまして、源秀森さん、日本駆け込み寺代表です。源秀森さんは公益社団法人日本駆け込み寺理事ということで確認いたします。昭和31年5月24日生まれです。日本駆け込み寺とは、家庭内暴力や金銭問題、ドメスティックバイオレンス、家でストーカーなど人生のさまざまな問題を抱えた人々の相談を受ける、通称駆け込み寺、歌舞伎町駆け込み寺、立派な試みの団体です。現秀森さん、昭和31年5月24日と、名前と生年月日が一致しておりまして、帰化されておりますことが分かりました。まあ、こういう団体まで帰化している人がやっているということで。続きまして、コウ・ジョージさん。コウ・ジョージさんは日本の声楽家、テノール歌手、音楽教育者。旧名で民族名ですね。コウさんと書かれた記録が存在すると。民族名があるということで調べましたところ、オペラ公演ジプシー男爵過去ですね、1973年に出演されておりまして、で、その役柄で、コウ・ジョージさんで旧名で黄色と書くコウ、この3文字の民族名があるという情報がありました。昭和13年11月22日生まれ、漢方で確認いたしましたところ、その民族名で載ってまして、昭和13年11月22日と、コウ・ジョージさんの生年月日と一致しておりますので、帰化されておりますことが分かりました。で、ご家族ですね、親族が有名人ばかりです。妹さんが宝塚歌劇団のヨウ・アキラさん、名のモデルヨウ・マレリーナさん、甥がセクシーゾーンのマリウス・ヨウさん、娘が宝塚歌劇団のナギナ・ルーミさんと、有名人ばかりですね。日本の有名人は在日が占めていると、そういう可能性があります。続きまして、コウ・ブンユさん。世界を救うのは日本しかないそうです。コウ・ブンユさんは台湾の評論家、歴史家。コウ・ブンユさんについて確認いたします。昭和13年12月5日生まれ。コウ・ブンユさん、昭和13年12月5日と、名前と生年月日が一致しておりまして、帰化されておりますことが分かりました。続きまして、小錦八十吉さんです。引退後を減量されております。小錦八十吉さんは、アメリカ合衆国出身、元関脇で、サレバ・ファウリー・アティサノエさんという米国名があります。昭和38年12月31日生まれです。拡大いたします。サレバ・ファウリー・アティサノエ、通名小錦八十吉、
昭和38年12月31日と名前と生年月日が一致しておりまして聞かされておりました。続きまして郷善花さんはオーソンファさんということで韓国生まれの評論家、日本研究者、最終党出身、評論家の郷善花さんです。昭和31年生まれ、月日は不明です。調べますと郷昭一さんと書いてオースンイルさんという、これが本名だという情報が複数ありました。でそのオースンイルさんという名前、民族名で聞かされておりまして、で昭和31年とそれを一致しますので、郷善花さんが聞かされておりますことが分かりました。続きましてジェイムズ・アベグレンさんはアメリカの経営学者、終身雇用という言葉の生みの親だそうです。ジェイムズ・アベグレンさんについて確認いたしました。大正15年生まれ、月日は不明です。ジェームス・クリスチャン・アベグレン、大正15年2月15日と名前と大正15年が一致しておりまして、聞かされておりますことが分かりました。続きまして島田博さん、本名は白清恵さん。島田博さんは日本のバレエダンサー、振付家、バレエ指導者、日本のバレエ界の重鎮です。大正8年9月27日生まれです。拡大いたします。島田博さん通名、大正8年9月27日と名前生年月日一致しておりまして聞かされておりますことが分かりました。民族名白清恵さん、バレエ界も重鎮が聞かした人です。続きまして前の山太郎さん、清水和一さん、大関前の山太郎さんですね、元大関として活躍を、日本相撲協会の理事を務めておられました相撲界の重鎮です。前の山和一さんは高砂部屋所属の元大相撲力士、元大関ですね。名前が、本名が3回変わってまして、右側ですね、金島和一、中谷和一、清水和一さんと名前3回変わってます。昭和20年3月9日生まれです。で民族名金和一さんですね、通名が金島和一さんの時に聞かされておりまして、昭和20年3月9日のと名前生年月日一致しておりまして聞かされておりました。相撲界の重鎮も聞かしております。続きまして笑福亭銀平さんです。笑福亭銀平さんは兵庫県神戸市出身の落語家、本名は松本正一さん、笑福亭鶴瓶さんの弟子です。昭和42年10月15日で、右側ですね、別名で陳正一さんという別名があるという情報があります。でその陳正一さんで聞かされておりまして、昭和42年10月15日と生年月日も一致しておりますので、聞かされておりますことが分かりました。鶴瓶さんはどうなんでしょうか。続きましてジョンリさんです。ジョンリさんは日本のシンガーソングライター、所属レコード会社は EMI ミュージックジャパン。シンガーソングライタージョンリさんです。昭和63年8月30日生まれ。両親はともに韓国出身だが、彼女自身は日本に帰化している。名前の漢字がこれでジョンリと読むそうですね。金にリと書いてであると明かしたと。で長ジョンリさん、昭和63年8月30日と。でその情報の通り長ジョンリさんということ で生年月日がジョンリさんと一緒ですので、聞かされておりますことが分かりました。続きまして白井貴子さんです。白井貴子さんは元バレーボール選手、1970年代を代表する大型エースアタッカー、女子バレーボール金メダリストの白井貴子さんですね。中心選手です。エースアタッカーです。昭和27年7月18日生まれです。拡大いたします。通名白井貴子さん、昭和27年7月18日と、通名と生年月日一致しておりまして聞かされておりました。民族名は伊勢淳さん、金メダリストも聞かしております。続きまして白鳥清明さん、日本の工学者、工学博士、大学教授ですね。で謝清明の名義でも論文を出しているという情報があります。昭和38年生まれ、こちらも月日は不明です。
ご家族で聞かされておりまして、謝生明さんですね、聞かしておりまして、昭和38年6月6日と白鳥、あ、38年が一致しまして、で謝生明さんと一致しておりますので、聞かされておりますことが分かりました。続きまして白雪さんです。白雪さんは日本の女性モデル、中田秀寿さんとの交際が報じられたこともある方です。昭和61年9月29日生まれです。拡大いたします。白雪さんそのまま昭和61年9月29日と名前と生年月日が一致しておりまして、白雪さんが聞かされておりますことが分かりました。他にお母様も9月29日と誕生日が一致しておりまして、これはすごい偶然か、もしかしたら何か理由があるのかもしれないですね。まあ、養子だったりとか何かあるのかもしれないです。続きまして新美沙さん。新美沙さんは大阪府出身のアートマネジメントディレクター。新美沙さんそのまま、乗っておりまして、聞かされておりますことが分かりました。で記事を出されておりまして、世界の中の日本のアート、新美沙さんと日本のアートが世界でどの位置にあるかを、そういうことを考える立場にある方で、そういうのも聞かした人なんですね。続きまして杉山みゆきさんです。杉山みゆきさんは中国出身で日本国籍のバスケットボール選手、帰化前の中国名は李明耀さん。平成6年6月1日生まれ。李明耀さんで聞かされておりまして、平成6年6月1日と生年月日も一致しておりまして、聞かされておりました。続きまして関平さんです。関平さんは評論家、日本の評論家、主に日中問題、中国問題を評論しております方です。昭和37年1月30日生まれです。関平さん昭和37年1月30日と名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが分かりました。続きまして聖照久さんです。英語か愚民か、自ら植民地になっていると、そういうことだそうです。聖照久さんは日本の政治学者、九州大学教授、政治学者教授と。聖照久さん昭和46年生まれ、月日は不明です。聖照久さん昭和46年3月29日と名前と昭和46年が一致しておりまして、聖照久さんが聞かされておりますことが分かりました。続きまして孫井さん。孫井さんは2000年代後半期から活動を続ける日本の女性ファッションモデル、孫井さんですね。で右側に、孫と書いた、これで孫井と読むと、そのような情報もあります。平成元年10月13日生まれ。でその孫井さんですね、平成元年10月13日生まれと、名前と生年月日が一致しておりまして、孫井さんが聞かされておりますことが分かりました。続きまして高中正義さんです。高中正義さんは出生名劉正義さん、東京都品川区出身のギタリスト、ミュージシャン、音楽プロデューサー、作曲家、高中正義さんです。昭和28年3月27日生まれです。拡大いたします。劉正義さん、通名高中正義さん、昭和28年3月27日と、名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりました。大物ギタリストも聞かされております。続きまして、高見山大五郎さん。子供の頃羽毛布団の宣伝でよく見ました。2倍2倍と言ってまして、高見山大五郎さんはアメリカ合衆国出身の、元大相撲力士、最高位は関脇です。で本名は渡辺大五郎さんです。米国名はジェシーさん、ジェシー・ジェイムス・クハウラー、渡辺大五郎さん昭和19年6月16日と、名前、生年月日一致しておりまして、聞かされておりますことが分かりました。続きまして高見梨沙さん。国会議員だった鳩山邦夫さんの奥様が鳩山エミリーさんで、その鳩山エミリーさんのお姉さんです。高見梨沙さんですね、高見兄弟、あ、姉妹です。で女優として活躍されまして、コマーシャルなどにも出ておられました。
高見理沙さんです。でこの家系図で姉妹が鳩山家と石橋家に分かれて嫁ぎまして、でその石橋家という方に理沙さんなんですけど、石橋正二郎さんという人がブリヂストンの創業者で、石橋家はブリヂストン創業者の一族です。で、嫁いだために高見理沙さんが石橋理沙さんという名前になって、聞かされておりますことが分かりました。石橋家に嫁いだ高見理沙さんです。で、家系図に戻りますと、高見姉妹は鳩山家と石橋家の絆を深める役割を果たしております。もともと縁があるところですが、続きまして高山勝成さんです。高山勝成さんは日本のプロボクサー、主要4団体で王者になった、すごい人物です。高山勝成さんです。昭和58年5月12日生まれ。高勝成さん、昭和58年5月12日と、高山勝成さんの高山の山を除いた3文字と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりました、伝説のプロボクサーも聞かされております。続きまして芥川賞作家イーアンジさん。イーアンジさんは、キカゴの本名は田中芳恵さんとありまして、昭和30年3月15日芥川賞作家です。昭和30年3月15日、記念すべき第100回の芥川賞の受賞作家です。拡大いたします。数名田中芳恵さん、昭和30年3月15日と名前生年月日一致しておりまして、聞かされておりました。李芳恵さんで聞かされております。芥川賞作家も聞かされております。続きましてチャーリー光成さん。チャーリー光成さんはルパン三世の主題歌を歌う方です。チャーリー光成さん、出生名はジョー光成さんという民族名があると情報がありまして、歌手チャーリー光成さんですね。ギタリスト。昭和25年10月14日生まれです。ジョー光成さんで聞かされておりまして、昭和25年10月14日と民族名と生年月日が一致しておりまして、チャーリー光成さんが聞かされておりますことが分かりました。続きまして、チャン・リサさん。チャン・リサさんは日本の卓球コーチ、中国からの帰化人で、中国名はタン・エンエンという情報があります。で、この方は、福原愛選手を支えたコーチなんですね。専属コーチです。昭和58年1月5日生まれ。で、タン・エンエン、昭和58年1月5日と。民族名で聞かされておりまして、生年月日も一致しておりまして、聞かされておりますことが分かりました。福原愛選手はどうなんでしょうか。続きまして、張恵子さん。張恵子さんは中国出身の日中韓研究家。タレントとしてテレビにもしばしば出演するとありまして、平成20年に帰化したとの情報もあります。張恵子さんです。平成20年の官報に、張恵子さんで載っておりまして、聞かされておりますことが分かりました。続きまして、長州力さん。長州力さんは日本のプロレスラー、韓国系日本人で、韓国名は郭光雄さんという情報がありまして、現在の本名は吉田光雄さん。プロレスラー長州力さんです。昭和26年12月3日生まれ。郭光雄さんで聞かされておりまして、昭和26年12月3日と生年月日も一致しておりまして、聞かされておりますことが分かりました。プロレスラーも大変多いです。続きまして、陳建雲さんです。陳建雲さんは日本に帰化したジャーナリスト、中国上海生まれ。ジャーナリスト陳建雲さんです。昭和24年生まれ。月日は不明です。月日が不明な方が多いですね。陳建雲さん、昭和24年が一致しておりまして、名前もそのまま一致しておりますので、聞かされておりますことが分かりました。続きまして、陳建民さん。息子の陳建一さんも有名な方です。陳建民さんは中国四川省出身。四川料理の父、陳建民さん。日本名は東建民さんです。日本の四川料理の父です。大正8年6月27日生まれ。
拡大いたします。陳建民さん、大正8年6月27日と名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが分かりました。続きまして陳俊信さんです。歴史小説で有名な方です。三国志も見ました。陳俊信さんは、推理小説、歴史小説作家、歴史小説家、大正13年2月18日と。推理小説はちょっと知りませんでしたが、陳俊信さん、大正13年2月18日と、名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりました。デズリ・リムさん、デズリ・リムさんはマレーシア・クアラルンプール出身の映画監督、脚本家、映画監督デズリ・リムさんです。デズリ・リムさんそのまま乗っておりまして、聞かされておりますことが分かりました。映画監督は本当大変多いです。続きまして天中恵さん、天中恵さんは日本の歌手、オフィス所属事務所はオフィスコットン、本名は蔡由香さんという情報があります。昭和51年3月28日生まれ。蔡由香さん、昭和51年3月28日と、蔡由香さんの名前と生年月日が一致しておりまして、天中恵さんが聞かされておりますことが分かりました。続きまして年川明雲さんです。年川明雲さんは日本のプロポケットビリヤード連盟所属のプロポケットビリヤード選手、なにわのカリスマと呼ばれております方です。年川明雲さんです。昭和40年12月9日生まれです。城明雲さん、昭和40年12月9日と、年川明雲さんの明雲と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが分かりました。民族名は城さんですね。城明雲さんです。続きまして夏田昌光さん、夏田昌光さんは日本のクラシック音楽の作曲家、旧姓名は宇昌光さんという情報もあります。クラシック、日本のクラシック音楽の大家です。大正5年10月1日生まれ。宇昌光さん、通名夏田昌光さん、大正5年10月1日と、名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが分かりました。日本のクラシック音楽の大家も聞かされております。続きましてネスミスさん、ネスミスさんは日本の歌手、ダンサー、エグザイル・ザ・セコンドのメンバーということで、また有名な方ですが、ネスミスさん、昭和58年8月1日生まれです。リョータ・カリム・ネスミスさん、昭和58年8月1日と、名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりました。一緒に聞かされております妹さんの昌光アレサ・ネスミスさんを調べてみましたところ、この方も有名な方で、日本のモデルタレントということで、一緒に聞かされておりましてご紹介いたします。続きましてハ・ウンジュさん、ハ・ウンジュさんは韓国ソウル出身の女子バスケットボール選手、ポジションはセンターで、弟さんも NBA プレーヤーで有名な方みたいですね。昭和58年9月25日と。ハ・ウンジュさんを確認しました。ハ・ウンジュさんそのまま乗っておりまして、昭和58年9月25日と、名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりました。続きまして橋本天香さん、橋本天香さんは日本の女性タレント、モデル、 YouTuber、 愛称は天チムさんです。平成5年11月19日生まれ。拡大いたします。ウ・天香さん、平成5年11月19日と、天香という名前と生年月日が一致しておりまして、橋本天香さんが聞かされておりますことが分かりました。他に栃木県足利市にお母様らしき方、一緒に聞かされております。続きまして長谷川翔英さんです。日大アメフト問題というのが過去ありまして、その時のコーチの一人です。中央の方です。長谷川翔英さんは大阪府出身のアメリカンフットボール選手、ポジションはワイドレシーバーです。アメリカンフットボール選手、長谷川翔英さん、昭和57年11月26日生まれ。李翔英さん、昭和57年11月26日と、翔英さんという名前と生年月日が一致しておりまして、長谷川翔英さんが聞かされておりました。
続きまして、早川奈美さん。早川奈美さんは民族名オムヘランさん、アーチェリー選手で、オリンピックの日本代表を務めた方です。早川奈美さん、昭和59年10月6日生まれです。民族名のオムヘランで帰化されておりまして、昭和59年10月6日と早川奈美さんの生年月日と一致しておりまして、帰化されておりますことが分かりました。オリンピック選手も帰化されております。で、妹さんがおりまして、早川蓮さんという方がおりまして、でこの方もアーチェリーの選手ですが、こちらの銅メダリストなんですね。オムヘリョンという民族名があると書いてありますが、昭和62年8月24日、まあ、ご兄弟ですから在日の方であることは確定してますが、オムヘリョンさん民族名で帰化されておりまして、昭和62年8月24日と、帰化されておりますことが分かりました。銅メダリストも帰化されております。続きまして、林海蔵さん、また映画監督なんですね。日本の映画監督、林海蔵さんです。昭和32年7月15日と、金正月さん、通名一つに林海蔵さんがありまして、昭和32年7月15日と、名前生年月日一致しておりまして、林海蔵さんが帰化されておりますことが分かりました。いや、映画監督、日本の映画監督というのいるのかと思っちゃいます。林タンタンさんは日本の元女優、国民的美少女グランプリです。平成元年7月10日生まれ。シュタンタンさん、平成元年7月10日と、タンタンという名前と生年月日が一致しておりまして、林タンタンさんが帰化されておりますことが分かりました。美少女グランプリも帰化されております。続きまして、葉山翔明さん、いろいろな絵本をたくさん作っております絵本作家です。葉山翔明さんです。昭和21年7月7日生まれです。拡大いたします。楊翔明さん、昭和21年7月7日と、名前と生年月日が一致しておりまして、葉山翔明さんが帰化されておりますことが分かりました。絵本作家も帰化されております。続きまして、張本智和さん。張本智和さんは卓球選手で、最高位が3位とすごいですね。世界ランキング3位、卓球日本代表、張本智和さん、平成15年6月27日と、いや、若い方です。張智和さん、平成15年6月27日と、張本さんの元を除いた3文字と生年月日が一致しておりまして、帰化されておりますことが分かりました。春山茂雄さん、脳内革命という本で有名な方です。春山茂雄さんは日本の医師、脳内革命の著者、東京大学医学博士、昭和15年1月25日と。春山茂雄さん、郷茂雄さんですね、郷さん、昭和15年1月25日と、名前と生年月日が一致しておりまして、帰化されておりますことが分かりました。高名な医師もたくさんおりまして、医者シリーズをやろうかと考えております。続きまして、パクロミさん。パクロミさんは日本の声優、女優、歌手と、すごい職業3つも兼任されてまして、特に声優がすごいですね。超大物の声優をたくさん務めておられまして、ガンダムシリーズの主役だとかいろいろやってます。昭和47年1月22日生まれです。パクロミさん、そのまま、昭和47年1月22日と、名前と生年月日が一致しておりまして、パクロミさんが帰化されておりますことが分かりました。続きまして、平山聡太さん。平山聡太さんは福岡県出身の元プロサッカー選手、元全日本代表のフォワードですね。昭和60年6月6日と666と。新聡太さん、昭和60年6月6日と、聡太という名前と生年月日が一致しておりまして、平山聡太さんが帰化されておりますことが分かりました。全日本のフォワードも帰化されております。続きまして、ボビー・オルゴンさん。ボビー・オルゴンさんはナイジェリア出身の方で、タレント、格闘家、実業家、
本名が旧名ですね、カリム・アルハジ・オロゴンという情報があります。昭和48年4月8日と、48年、私と同じです。カリム・オロゴンさん、昭和41年4月8日と、名前と生年月日、誕生日は 一緒なんですけど、7年違うんですね、昭和41年と48年と。で、本当は41年なんですけど、交渉では48年と、7歳サバ読んでるということで、ちょっと7歳は大きい感じがしますが、どうなんでしょうか。続きまして、ホン・インスンさんです。ホン・インスンさんは、在日コリアンの元女優、兵庫県出身ということで、NHK の連続テレビ小説などにも出演されております女優です。昭和49年5月16日生まれ。ホン・インスンさんそのまま昭和49年5月16日と、名前と生年月日が一致しておりまして、ホン・インスンさんが帰化されておりますことが分かりました。続きまして、ホンダ・ルルさんです。ホンダ・ルルさんは中国出身の歌手タレント、女性歌手グループ太陽とシスコムーンのメンバー、歌手タレントホンダ・ルルさんです。昭和51年3月18日生まれです。調べますと、他の記事で本名がこの字ですね、草かむりかおると書いてロト、トーロさんというんでしょうか、そのような情報がありまして、その民族名で聞かされておりまして、昭和51年3月18日と、ホンダルルさんの生年月日と一致しておりますので、帰化されておりますことが分かりました。ホンダルルさんも帰化されております。続きまして、前川愛子さん。前川愛子さんも女性ファッションモデル、フォトグラファー、タレント、元在日台湾人とも書いてありますが、女性ファッションモデル、タレント、昭和63年8月17日生まれ。拡大いたします。ゴ・アイクさん、昭和63年8月17日と、生年月日が一致しておりまして、アイクというですね、あの漢字読みですね、読みがアイクと読めますので、前川アイクさんの民族名ということで引き出されておりますことが分かりました。続きまして、前田裕二さんです。石原さとみさんと交際があった方です。前田裕二さん、ショールーム株式会社社長、若き社長です。昭和62年6月23日生まれ。義裕二さん、昭和62年6月23日と、生年月日と裕二という名前が一致しておりまして、前田裕二さんが帰化されておりますことが分かりました。松江哲明さん。松江哲明さんは東京都立川市出身の映画監督、昭和52年生まれと月日は不明ですが、下に旧姓がの龍さんという柳と書いて、それが情報がありまして、でその龍哲明さんということで聞かされておりまして、昭和52年と一致しておりまして、松江哲明さんが聞かされておりますことが分かりました。もう映画監督はもう聞かしてる人ばっかりですね。聞かしてる人かしてない人。続きまして、 松本富雄さん。松本富雄さんは日本の小説家、いろんな賞を受賞されております。昭和12年生まれ、また月日は不明です。金富雄さん、松本富雄さん出通名で、昭和12年4月21日と、昭和12年と松本富雄さんが一致しておりまして、帰化されておりますことが分かりました。続きまして、まぶちすうえさんと娘さんのゆかさんです。まぶちすうえさんは飛び込み競技指導者、全日本ナショナルチームヘッドコーチ、旧名がスーエさんという、民族名スーエさんという情報があります。昭和38年10月20日生まれ。スーエさん、民族名で聞かされておりまして、昭和38年10月20日と生年月日も一致しておりまして、聞かされておりますことが分かりました。でご家族を聞かされてまして、その娘さんですね、ソウユカさん、調べますと馬淵ユカさんということで、飛び込み競技の選手なんですね。で旦那さんが有名な瀬戸大也さんです。で馬淵優香さんは宋優香さんということで聞かされておりますことが分かりました。ということで瀬戸大也選手も可能性があります。続きまして、丸瀬太郎さん。丸瀬太郎さんは大阪府出身のパントマイム芸人、俳優、劇作家で、右側に本名が金原清秀さん、という情報があります。昭和8年12月6日生まれです。
金原清秀さん通名で聞かされておりまして、昭和8年12月6日と生年月日一致しておりますので、丸瀬太郎さんが聞かされておりました。民族名金さんです。続きまして、三重の海剛さん。三重の海剛さんは三重県出身の元大相撲力士、第57代横綱、本名は石山五郎さんです。日本相撲協会の理事長も務めておられます。相撲界の超重鎮の方です。昭和23年2月4日生まれ、石山五郎さんです。拡大いたしまして、李五郎さん通名石山五郎さん、昭和23年2月4日と名前と生年月日が一致しておりまして、三重の海剛さんが聞かされておりますことが分かりました。相撲界の超重鎮も聞かされております。また相撲で、武蔵丸さんです。武蔵丸光陽さんはアメリカ合衆国出身、米国名ヒヤマルペニタニさん、第67代横綱です。昭和46年5月2日生まれ、また横綱ですね。ヒヤマルペニタニさん、昭和46年5月2日と米国名と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが分かりました。続きまして、村雨辰正さん。村雨辰正さんは日本の男性庭師タレント、スウェーデン出身、帰化前の節目はヤコブ・セバスチャン・ビョークと、庭師タレント珍しいですね。昭和63年7月25日生まれ。ヤコブ・セバスチャン・ビョークで帰化されておりまして、昭和63年7月25日と生年月日も一致しておりまして、村雨さんが帰化されておりますことが分かりました。庭師も帰化されてます。続きまして、桃山健一さん。桃山健一さんは日本の皇族陸軍軍人、最終階級は陸軍中佐、大韓帝国李王家の出身で、元の名は李健さん、大韓帝国初代皇帝の孫ですね。明治42年10月28日生まれ。親族で聞かされておりまして、桃山健一さん、李健さん、明治42年 10月28日と、名前生年月日一致しておりまして、聞かされておりますことが分かりました。続きまして、安田春夫さん。プロゴルファーの安田春夫さんです。東京都世田谷区出身、昭和18年1月19日生まれ。拡大いたします。張春夫さん通名安田春夫さん、昭和18年1月19日と名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが分かりました。プロゴルファーも大変多いです。続きまして、安村亮さん。安村亮さんは日本のアニメーション監督プロデューサー、もうすごいたくさん有名な作品に関わっておられます方です。で、安村昭一さんという名義でも多数の有名な作品に関わっておられます。昭和31年2月17日生まれ。安村昭一さん通名で昭和31年2月17日生まれと、通名生年月日一致しておりまして、安村亮さんが聞かされておりますことが分かりました。高昭一さんですね。山田ジルソンさん。山田ジルソンさんはブラジル出身の俳優、マナセプロダクション所属、昭和63年2月12日生まれ。ジルソン平蔵山田、昭和63年2月12日と名前と生年月日が一致しておりまして、山田ジルソンさんが聞かされておりますことが分かりました。続きまして、ヤンイーさん。また芥川賞作家ですね。芥川賞作家、日本人しかいないと思ったんですけど、本名が劉長さんという情報もありまして、時が滲む朝で芥川賞第139回芥川賞を受賞されています。昭和39年6月18日生まれ。劉長さん、昭和39年6月18日と民族名と生年月日が一致しておりまして、ヤンイーさんが聞かされておりますことが分かりました。芥川賞作家が聞かされております。続きまして、ユシンさん。ユシンさんは日本のタレント女装家、2020年4月4日お姉の日にお姉シスターズっていうのを結成されているそうです。平成元年7月25日。4月4日などういう意味があるんでしょうか。金ユシンさん、平成元年7月25日と、生年月日とで金ユシンさん、ユシンでユシンということで名前と生年月日が一致しておりまして、ユシンさんが聞かされておりますことが分かりました。続きまして、楊海英さん。楊海英さんは、文化人類学者、歴史人類学者、
昭和39年9月15日。楊寛永さん、昭和39年9月15日と名前と生年月日一致しておりまして、聞かされておりますことが分かりました。モンゴルの方ですね。楊千英さん、左の方です。楊千英さんは中華民国上海市出身の評論家ジャーナリスト、元俳優と、現在東海大学教授です。ジャーナリスト楊千英さん、昭和32年4月14日生まれ。拡大いたします。楊千英さん、昭和32年4月14日生まれ、名前生年月日一致しておりまして、聞かされておりますことが分かりました。ご家族で聞かされています。続きまして、楊天翼さん。楊天翼さんは日本の男子プロバスケットボール選手、茨城ロボッツ所属。で、聞く前が同じ読みなんですけど、楊天翼と漢字が一字違う名前だそうです。昭和63年10月6日生まれ。楊天翼さん、昭和63年10月6日と、名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが分かりました。で、続きまして、吉本昭司さん、左上の方です。九州に有名な元在日韓国人の富豪がいる。パチンコ事業を展開する七葉物産の吉本昭司社長だ。今は日本に帰化しているが、2002年12月に韓国政府から無垢化粧を授与された方です。安倍晋三自民党新総裁の地元にある下関事務所ビルでは、吉本社長の妻が経営する会社の所有だ。ということで、大変親密な方なんですね、安倍一族と。で、下に朝日新聞の記事があって、そこで吉本さんの回想をするコメントがありますが、一番下の行なんですけど、安倍晋太郎さんですね、は、孤軍奮闘した、一人で奮闘する姿が在日韓国人に似ていた、目つきが同じだったと、大変興味深い、コメントがありまして、安倍晋太郎さんのことを、同胞で、ある可能性があることを聞かされて、示唆されております。で、その吉本昭司さんですね、会社の社長の、吉本昭司さん聞かされておりまして、江王石さん、黄色とかけまして、ということで、同胞である可能性があります。続きまして、吉本大輝さん。吉本大輝さんは日本のレーシングドライバー、日本のボーカリスト、レーシングドライバーですね。レーサーも多いようです。昭和55年9月2日生まれ。周大輝さん、昭和55年9月2日と、大輝という名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが分かりました。で、最後です。ラモス・ルイさん。ドーハの悲劇は大変なこの悲しい思い出です。ラモス・ルイさんはブラジル リオデジャネイロ出身の元サッカー選手、サッカー指導者、サッカー元日本代表10番ですね。本当の10番です。昭和32年2月9日生まれです。ルイ・ラモス通名、昭和32年2月9日と、名前生年月日一致しておりまして、聞かされておりました。ルイ・ゴンサルベス・ラモス・ソブリノが本当の名前です。以上になります。日本のあらゆる分野で在日の方々が主要な地位についております。100人シリーズを何回もできるほどおります。また次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。